時間になりました。なったかな。はい、皆さんこんばんは。秋田方師匠の石丸真嗣です。大丈夫か、聞こえてるっぽい。こんばんは。大丈夫ですね。本日も秋田方ミートアップオンラインをご視聴くださいまして誠にありがとうございます。それでは今日もよろしくお願いしますっていうやつ、わかりますか？知らない。よろしくお願いしますという名台詞を、しっかり予習して、素晴らしいですね。はい、サマーウォーズのあれは主人公だからケンジかな。はい、ケンジですね。坂井おばあちゃんが言ってたのが、一番いけないのはお腹が空いていることと一人でいることですね。はい、予習復習を欠かさないようにしてみてください。さて今日ですね、まず一番最初にスパチャの話をさせてください。前回もこの振り返りをね、したんですけども、赤スパを攻めて拾いたいと言いながら頑張ったんですけども、やっぱりですね、前回も漏れが出てしまいました。本当にすいません。で、特に田中翔太さん、今日は見てらっしゃるかな。ね、皆さんの方がね、気づいてくださって、お祝いメッセージをね、バンバンしてくださったんですけども、はい、ご出産誠におめでとうございます。母子ともに健康ということだったので、とても安心しました。すごく嬉しく思います。隣町というふうに書いてくださったので、三好か広島市なんですかね。はい。もうちょっと経ったぐらいに、いつかまた遊びに来ていただければと思います。それで、他のところで、スパチャをですね、読め、チャットコメントがたくさん出るのと、それに向けて、黙れという読む読まない問題が勃発してしまって、全く僕の不徳の致すところです。すいません。まあ僕から言えるのはちょっと持ちつけってやつですね。はい、この世代ってそういうの言いますよね。持ちつけ、落ち着いてくださいっていうね。僕あの言葉がすごい好きなのは、出だしから緩いじゃないですか。落ち着きな作業じゃなくてね、まあ持ちつけっていう。なのでそれぐらいで何でしたか、絵のやつ、アスキーアートか。あれも相まって、非常に緩い空気を出してくれてたのかなと思うので、まあ、皆さん、落ち着いてみてください。スタッフをね、配置すればいいんですよ。それは分かってます。ただ、難しさがあって、何かというと、一つは、営利企業だったら、即断、即決でやってます。スタッフを置いて、よりこのチャット機能が使えるように。で、なぜかというと、収益機会につながるからなんですよね。当たり前じゃないですか。儲かるから頑張る。でも、行政のこのサービスというか、ミートアップオンラインというのは、その接点を持つっていうところがもうすでに目的になってるので、スパチャは大変嬉しい、ありがたいんですけども、それで儲けようとは思ってないんですよ。副次的なと言いますか、それもあったらもちろんですけども、そのためにやってるわけではないので、利潤、利益の最大化で人を置いてっていうのは考えてません。で、現実問題、人を置くって大変なんですよ。今いる職員はすでにアサインされてる仕事が割り振られてるわけで、追加でこういうのをやろうってなったら誰かを置かないといけない。でも誰かを置くときに行政って予算を組んで、それを決裁、議会の承認を経ないといけないっていう手続きがあるんですね。その意味で、ハードルが高いなと思って、申し訳ないんですけども、これは完全ソロ。今はうちの家ですけども、僕一人で、これからも続けていければなと思います。なので、そのあたりもですね、ちょっとご容赦いただきながら、お付き合いしてもらえればなと思います。ちなみに、前回の配信で、出だしから画像が、映像が乱れたと思うんですよ。画質が悪くなってた。あれ、単純に、うちの回線の問題だと思います。おそらく。今日大丈夫ですか？今日大丈夫っぽいな。普通の家で、なんて言うんだっけな。5G のワイヤレスのやつでね、撮って、一応そこからルーターっていうんですか、あれに LAN ケーブルでは繋いでるんですけども、元の限界があるかもしれないので、時に乱れます。で、音声は今日大丈夫かな？ちゃんとしたマイクもここに置いてるんですよ。なんかそれっぽいいいやつを。おそらく内蔵されてるマイクよりかはいいんじゃないかなと思ってやってますが、もしなんか、あ、乱れてます？今乱れてんのか。そっか、なんだろうな。この時間帯の問題、そんなことはないか。昔ね、みんながこう、使う時間帯って速度落ちたりってあったような気がするな。まあ、大まかに見てください。大目に見てください。はい。で、
前回の振り返りでいけば、やっぱり喋りながら進行するのに、やっぱり慣れてないなっていうのが、後で見返して思ったんですけども、一個が、冷やのくだりね。日本酒の説明するときに、冷やの種類じゃないんですよ。冷酒の種類が3つあるってね。冷酒ですよ。冷やは常温なので、常温より低い冷酒が3つあるっていう話でした。ちなみに熱燗、ね、これ1個しかない、なんてことはないんですよ、やっぱり。ね、皆さんのご期待通り。あれ、え、アンミカさんも言ってたんですけど、黒はさすがに一つですね、言ったら、黒は300種類でしたっけと、熱燗は確か6種類かな。一番上が何だっけな、何だっけ、飛び切り燗とかじゃないかな。誰かわかります？一番上、なんか飛び切り燗みたいな、なんかめっちゃ緩いネーミングだなって思った覚えがあるんですけど、そうそう、なんかね、うん。ちょっとまあ、後で調べておいてください。ネットのいいところですね。ちなみに、ネットの今日、用語、スラングをいくつか言ってみたりもしてるので、一番僕の好きなネットスラングをお伝えしておくと、全然いい言葉じゃないですけど、GGRKS。GGRKS。あ、そんな、それ。それ、ググれ、カスね。なんでこれが好きかっていうと、カスという普段言わない言葉、あえて言わなきゃ出てこない言葉でしょ。あえて言ったキャラもいましたけど。うん。ググれ、カスのカスじゃなくて僕が好きなのは、なんというか、すごく深みがあるんですよ。GGRKS っていうのがパンと出てくると。で、どういうシチュエーションで出てくるかっていうと、あれ、なんて言うんでしたっけ？すぐわかんなかったら、にちゃんとかで、なんか教えて、何それで、みんなに聞くと。たときに、それが出てきて、いや、自分で調べると。ググればすぐ出てくるからっていうので、たしなめるというか、ツッコミを入れるというか、使われるんですよね。でも、それ自体がネットに慣れてない人はわからんのですよ。なんかね、その一周二周回るニヒルな感じとかやりとりが、うん、ネット文化の面白みかな、深みかなと勝手に気に入ってます。日常会話で使うことはまずないので、間違っても使わない、使おうとしないですね。大丈夫ですか？はい。で、今日事前にね、予告をしてた通り30分ぐらいでね、切り上げようかなと思ってます。なんでかというと、これ大丈夫かな、ちょっと不満みたいになってるんですか？この疲れたアピール。俺疲れてるんだぜアピールを最初にやっていくのは、今日ですね、日中に仕事があって、何の仕事かっていうと、地元のサイクリングイベントに出たんですよ。で、50キロほど走ってチャリ漕いできたんですけど、50キロはロードバイク乗ってる人はわかると思うんですが、そんなに長い距離じゃないです。ただ、今日ね、秋田方市、まあ、県北、結構寒かったんですよ。で、なんか、その後帰ってきてから、ずっと寒いみたいな、悪寒がするっていうんですかね。風邪ひいてんのが、ちょっと弱気になってるのもあって、やっぱこれは予定通り30分で切り上げようかなっていう、ちょっと気持ち弱めになってます。というのと、あとは、すいません、また忙しぶるんですけど、単純にちょっと今立て込んでるんですよ。何かというと、明日午後からまた出張に出るんですね。で、昨日の昼、午後か、出張から帰ってきた。で、今日ここでチャリこいで、明日から出張なんですね。なので、いろいろと仕事やらないといけないのがあるんで、ちょっとその仕事をね、やるのと、あとね、もし可能なら、この後、コールオブデューティーやらなきゃなって、義務感を覚えてるんですよ。コールオブデューティーわかります？もうどんどん置いてきますよ。モダンウォーフェア3が出たのかな。僕まだやってないですけど、僕のエイムはひどいですよ。コールオブデューティーの話ちょっとすると、うん、当たらないですね。レベルもね、まだ400いかないぐらいで、まごまごキルレ最悪な感じですけど、僕大体いつもウサギの着ぐるみみたいな着たキャラがいるじゃないですか。あれでプレイしてるんで、ウサギ見たら撃たないでください。そいつは悪いウサギじゃないです。そいつはいいウサギです。敵でもいいウサギなんで、はい、そいつは守ってあげてくださいね。遠くからスナイパーライフルとかで撃たないでください。必死にやってますから、こっち。このビデオティをやりたいってのは半分冗談ですよ。ちょっと仕事があるので、30分ぐらいで切り上げようかなと思ってます。30分で切り上げときながらいきなり余談をやってるんですけど、ちょっと余談ついにもう一個だけ。先日ですね、とある師匠からお土産もらったんですよ。仲良しの師匠から。味付け海苔。これわかります？味付け海苔。なんか、美味しいらしいです。確かに、ちょっと濃いのかな。割合しっかり味がついて、あ、でも、香りもいいですね。なんか有名らしいです。徳島の。言っちゃった。徳島の味付け海苔で、大野海苔株式会社、徳島市東沖須っていうのかな。
にある会社さんの海苔、おやつによってくれました。なので今日はちょっと海苔食べながらね、大事な話し方について意見交換できればなと思います。皆さんこれお持ちですか？テキストですけど。これでも中身は読んでくださいで終わりなんですよ。つうか、買ってくださいですね。ただ買っても僕にはですけど、秋田方氏には1円も入りません。はい。今回、ツイッターにも書きましたけど、もっとちっちゃい、どっか、ちょろっと出るのかなと思ったら、このね、表紙に、石丸って書いてあるじゃないですか。これ、僕、本屋で見たときに、しまったというか、やられたみたいな。そんなことだったんですかって、ちょっとね、不意を勝手に打たれた感じになりました。これ、本屋で買うときめっちゃ気恥ずかしかったです。まあ、気づいてはなかったと思うんですけど、なんか自分でこれを買ってる僕みたいな。雑誌を買う気恥ずかしさのエピソード1個あるんですけど、今日尺がないんで、それまた今度に話しますね。このね、雑誌全部で記事がいろいろ載ってるのは100ページぐらいなんですけど、一番見るべき、刮目してね、読んどかないといけないのは3ページだと思います。ここに、目次というか、原稿録っていうんですかね。この中のエッセンスが、要は抽出して書いてあるんですよ。ここを読むだけで、あ、なるほどね、ふんふん、みたいな。結構得るものがありますね。なので、まず本屋に行って3ページを見て、そしてレジに行ってください。見て終わりじゃない。で、この中の話も少し、あと15分ぐらいですね。これ、でも、まだ例によってスパチャ飛ばしてるんですけど、あ、1万円のスパチャありがとうございます。前原純子さん、楽しみで仕事頑張ったよっていう風に、ありがとうございます。今日仕事だったんですね。土曜日仕事の方も結構いらっしゃいますよね。とある PG の金書、これインデックスで合ってます、読み方。とあるなんとかのインデックスですよね。はい。秋田方ミッポオンラインプライスです。ありがとうございます。回し元みたいないいことをおっしゃいますね。ありがとうございます。はい。で、話を戻して、このね、僕のインタビューが記事になってて、その後にテキストページ21です。皆さん持ってる？持ってる人開いてみてください。21ページ。ここが良かったんですよ。で、僕のインタビュー云々に対して、専門家のね、劇団四季の俳優だった方と、脳科学者の先生が、僕のコメントについてコメントをしてくださってるっていう、ここがすごいなって思いました。うん。一気に深みが増してるんですよ。なので、僕もこれ買ってよかったなと思いました。なるほど。こういう分析があるんだなっていうふうに思いました。脳科学者の西先生の方は、僕のこの声の高い話について、さらに深掘りしてくださってます。僕のね、こう、ちょっと甲高いというか、男性の中では響く。あんまりいい意味じゃなくて。響く声がね、個人的には好きじゃないんですよ。僕だってあれですよ。五条悟みたいな声出したいですよ。何ですか？領域展開。中村なんとかさんじゃない？誰かわかります？五条悟の声。うん。出てこない。わかんない。中村なんとかさんです。いやー、今行き過ぎた。あ、ゆういちさん、そう。中村ゆういちさんみたいなね、ああいう声に生まれたかったですね。ただ、ないものねだりはしてもしょうがないので、自分のできる範囲で、トレーニングっていうほどではないですけど、意識はするように、気をつけるようにはしてます。で、もう一個の劇団四季の俳優だった方、佐藤さんという方なんですけども、この人が、注目してくださってるのが、僕が喋るときに原稿じゃないっていう、原稿読んでないっていうところにフォーカスしてくださってますね。でも確かにそうで、普通に喋ってたらあれか。でも挨拶とかって原稿を読む方多いですよね。実際スクリプトを読む、原稿を読むっていう人もいますし、なんなら暗記をしようとする方いらっしゃいます。暗記する方いるんじゃないですか。あれはあんまりおすすめしないですよ。暗記できるんならやってみていいですけど、大変ですし、閉じるよりかは読みたいっていう気持ちもわかるんですけども、読んだら、例えば挨拶だとするなら、ちょっと効果が半減しちゃうんじゃないかなと思います。だって、朗読会に皆さん来てるわけじゃなくて、その人の気持ちを知りたいんですよね。喋ってる方は気持ちを届けなきゃいけないんですよ。原稿を読んでたら、ちょっともったいないんじゃないかなっていう。一言一句原稿を覚えるのは、なんでおすすめしないかというと、間違えるリスクが自然発生するからなんですよ。だって正解があるから、ね、原稿から外れたら、あ、今間違えたとかってなるじゃないですか。で、今間違えたって自分で気づいたら結構パニックになりますよ。ならないですか？僕割となるんですよ。なので、ざっくり言うことは決めておきながら、それを要素として、自分の中で構築しておく。これぐらいの準備の方がいいんじゃないかなと思います。そんな解説が
ここにも書いてあったので、多分僕のやり方で割合うまくいくんじゃないかなとは思います。挨拶じゃないですけど、僕が成人式、成人の日、今だと二十歳の集いかな、うちは。で、20歳に向けてプレゼンをしたと、あれなんだ、スピーチか。スピーチをした動画が載ってるんですよ。秋田方氏の公式チャンネルにもありますし、なんなら切り抜きまとめ動画もいっぱい出てるんですけども、あれがまさにそうですよ。原稿は読んでないですし、原稿を作ってもないです。ただやったのは自分の、ちょっと待って、なんかパソコンの電源が落ちそうだという。OK、大丈夫。プレゼンのパワポだけ作ってるんですよ。10分間喋る分のね。で、それをポチポチ押しながら、まあちょっと横目で見ながら、自分が喋ってるっていうのが確か10分ですね。あれは一発撮りですって言われて、そうなるように事前に準備をして臨んでます。なので、ちょっと一発撮りだったんで、硬いんですよ。今のこの雰囲気からすると結構僕も緊張してて、頭フル回転させてるんで、硬いんですが、まあそれなりに誰かにメッセージを届けるスピーチにはなったのかなというふうに思います。はい、まあちょっと見てみてください。命大事にってやつです。ドラクエ4の作戦ですよね。あれをネタというか、あれをテーマに話をしたのが10分くらい動画になってます。スパチャ拾ってたらトークできないよね。ちょっとご理解をくださってありがとうございます。もうスパチャの方は諦め気味。杉山、これなんて読んだろうな。厚さんかな、違うかな。常駐の東京販売をお願いします。売ってるんじゃないかな今、常駐。ちなみに常駐は常化の常に焼酎の酎ですね。あの販売をナオライというスタートアップの酒屋さんなのかな、酒蔵さん、そこが作った新しいハードリカ、日本酒ベースのハードリカ、それをね今頑張って売られてて、そこに秋田方市最後の酒蔵が日本酒を卸してると、そういう縁で応援をさせてもらってます。スパチャ言ってたら、今日のプレジデントのテキスト進まないから、テキスト進みますね。あとね、でもあと5分。でも大丈夫です。あと5分でね、今日話したかったところを伝えます。で、僕のインタビューはいいんですよ、それぐらいで。あと、後ろの方に48ページ、ここにね、鳥谷浅代先生という方がですね、上がり症の直し方っていうのを書いてくださってるんですよ。人前で上がるっていう。それが4ページぐらいなんですけども、これは、一遍読んでみた方がいいと思います。上がり症だっていう方は。僕自身、人前はすごい緊張するタイプだったって前ね、前じゃない、この中で言ったのか、話をしてたんですけど、本当にそれはトレーニングでかなりの程度治せると思う症状です。なので、これね、読んでみたらいいんじゃないかな。人前で上がっちゃうっていうね、緊張する。もう心臓バクバクする。でも手めっちゃ汗かいちゃうとかっていう、足震えちゃうっていう人、いいと思います。あともう一個ぐらいいけるかな。続いてね、52ページです。今度は、田中さん。この方は、なんか今会社をされてるんですね。この方がされてるのが、説明がどうやったら上手になるのかっていう話ですよ。これね、おっしゃる通り、そうだな。僕もこの中で言ってた、これですね、一番表に書いてある。で結論。で、その後に根拠。最初にどうだって言って、なぜならばっていう。僕の議会での一般質問、大体そのパターンになってますよね。で、なってない時にはどうしてるかって言ったら、質問聞いて、ではまず認識を共有したいと思いますとか、ね、そこを整理したいと思いますとかっていう。何をやるか最初に伝えるんですよ。で、その後、自分で司会進行して、では答弁に移っていきますとかっていう。これね、結構大事ですよ。聞いてる方は何を話すかわからないじゃないですか、当たり前ですけど。なので、先に何をしようとしてるのか、何がしたいのか、今から何が始まるのかを伝えてあげる。これ結構大事だと思います。歯医者さん言ったら、ね、今から歯削りますとかね、チクッとすると思いますとかって言われるじゃないですか。あれですよ、あれ。結局、チクッとするんですよ。でも、言われたら、ちょっとね、まだ不安が和らぐじゃないですか。いきなりチクッとしたら、それが怖いですし、またいきなり来るかもしれないっていう恐怖に支配されますよね。なので、最初に予備動作というか、情報を与えてあげるのがいいんじゃないかな。なんだっけな、今その話、何かだったな。あ、これ知ってます？幸福は、幸福を待つ時間の中にこそある。なので、恐怖も、それを待つ時間の中にこそある。って、このセリフわかります？これわかった人すごいな。出てこないか、さすがに。あ、すごい！バキ！バキです！
バキ。確か、ガイアかな。すごいですね。なんかこれだけメンバーがいると、バキも拾ってくださるんですね。ありがとうございます。なので、事前に何をするかっていうのは教えてあげた方がいいです。でも基本的には、相手から聞かれているものを返す。これがコミュニケーション、質問と答弁、応答の基本だとは思います。じゃあもう最後、あっという間に締めくくりのような形になっていくんですけど、質問に答える時のコツというか鉄則なんですけど、皆さん知ってる、分かってるはずですが、意外にできてない人多いですよ。聞かれたことに答える。できてます？これがね、うん、僕は今の仕事になって職員と話をしてて、なかなかうまく返ってこないなってのが最初特にあったんですよ。これどうなんですかって聞いた時に、うん、例えばこれってもうやりましたって聞いたら、なんか怒られてるのか怒られるんじゃないかと思って言い訳が始まるんですよ。でも僕は単純にもうやったかどうかを知りたいだけなんですよね。なのでイエスかノーかで答えてほしいのに、いやそれはですね、こういう事情があってとか関係がないことを話してしまうっていうのが意外にあるので、相手が何を聞いてるのか、TOEIC の問題ってそうじゃないですか。なんだっけ、イエスかノーかで答えられる疑問文なのか、5W1H なのかを最初集中して聞くじゃないですか。あれですよ、日本語でも全く一緒だと思います。日本語だと意識しなくても言葉の全部が理解できちゃうので、かえって意識散漫になってると思います。相手が何を聞いてるのか、イエスかノーかなのか、いつ、誰が、何を、どうなのか、これをしっかり聞く、理解するのはやった方がいいかなと思います。で、その際に、これじゃあもう最後だけ。とは言いながらですよ。例外というか、当たり前ですけど、例えば、この近くにポストはありますかって聞かれて、はい、あります。とか、いいえ、ありません。で、終わっちゃダメなの分かりますよね。それは相手が本当に聞きたいのは、ポストの存在ではなくて、ポストの場所を聞きたいんですよね。でも、それは、日本人だったら、日本語だったら分かるじゃないですか。英語だったら、ダイレクトに教えてくださいって言うかもしれないですね。ポストがどこにあるかを知りたいとか、どこにあるかを教えてくれみたいな。クジュテルミーなのかな。なので、でも日本語ってそういう聞き方もするので、それは察してあげてください。ググっても出てこない答えかもしれないんですけども、日本人、日本語だったら、そのあたりが理解できるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、すいません。なんか、緊急企画でお付き合いいただいてしまって、ありがとうございます。で、また見事に、本当に今日は、チャットほぼ見ずに来てるので、また、オルナミン C さん結構常連の方ですよね。ハイヤさん、ちょっと5万円とか、ちょっと僕の見間違いじゃなかったら5万円が2連投されてるんですけども、ちょっと落ち着いた方がいい。でも本当ありがとうございます。このスパチャのまた回収は、次回ちょっと僕の元気が少し戻ってきたあたりでできればなと思います。今の予定だと、次の、2週間後の日曜日、この時間帯にできたらいいかなと思ってますので、またちょっと皆さんスケジュールをチェックしてみてください。では、30分回ってしまいました。あっという間なんですけども、このあたりでお開きとさせていただきたいと思います。明日からまた仕事とか学校とか、いろいろその他もろもろあるかと思いますが、また頑張っていきましょう。今日もありがとうございました。それではおやすみなさい。終了します。